はい、英雄伝説黒の奇跡実況プレイのパート11ですと、なんだっけ、遊撃士の、ジンバセックから、遊撃士に回された依頼を、こっちの仕事として回してもらったみたいです。なんか市場の方に流れてしまった財布の行方を調査していくっていうのと、チャコモが、殺されたっていう地下鉄整備路のね、手配魔獣の、駆除に当たるみたいです。ちょっと待ってよ、訪れしてる。ちょっと待った。はい、大丈夫ですね。やっていきましょう。百貨店の武器ブティックで聞き込みをしよう。ワープした方早いんだろうけど。でか。いらっしゃいませ、お客様。本日は何をお求めでしょうか。悪いが、ちょっと聞きたいことがあってな。この店によく取引をしに来るいいまいてじいさんがいるだろう。いや、これクエストだから別にいいか。はいはい。中古修理屋。中古修理屋。これかな。では向かいましょう。どうもいらっしゃいませ。この人がいいマイティとか。定価の1万ミラの9割の値段、9000ミラで売らせてもらおうってか。お、あ、これだ。1割ささかやりすぎだもんね。これ応じダメだから、このくらい？あったっけ、5000ミラ。あ、そっか。
そんなことばっかしてと着もみたいな目に遭うぞ、あのおじいさん。はいはい。うん。これで解決だ。よし、いい感じだ。報酬が振り込まれたわ。おい、伸びてる伸びてる。じゃあ次は手配魔獣の討伐に向かいましょうか。よし、行くか。では行きましょう。手配魔獣でしたか。指定されているエリアはあの現場の先なんですよね。そういや前来た時にちょいと伝え忘れたことがあったな。地下の回復装置を調べるぞ。はい。お。オーブメントの回復装置、便利ですよね。ああ、時間がない時でも体力と EP を回復できるからな。危険を感じたりしてもここの場所に戻ってくるといい。ちなみに回復装置にはオーブメントのカスタマイズ機能が備わったものもあってな。必要な時はバンバン使っていくぞ。了解しました。ま、話は以上だ。途中までのルートは確保済みだし、一気に行くとするか。オッケー。おう、なるほど。じゃ、回復装置は使う使わない関係ないか、とりあえずチェックした方がいいね。扉。今回は特殊な操作をしてませんよね。回復、敵復活。警察がまだ出入りしてレベル上げよう。あれ？ここなんか。あ、あるように見えただけか。あべ、これは切り替えて、これに関してはね、アニエスの方が楽なんですよ。接近しなくていいから。相手が悪かったな。いた、くれた。このまま先に進め。いいね。これだけでいいな。怪我はないな。いいね、これだけでこと足りる。もう一度。はい。次に行くぞ。
ちゃんと経験値とかももらえるからね。お、なんか飛ばしてくるね。お、レベルが上がった。レベル上げたにすごくいいね。いいね。いいね、道中これだけで蹴散らしていけるのって。バンを使っていこう。目的地はこの部屋の先だ。ジャカモさんが亡くなった。警察の捜査も終わったみたいだな。結婚も綺麗さっぱり片付いてやがる。結局あの事件はニュースでも大きくは取り上げられませんでしたね。犯人は捕まったが A 関連だしな。子供も嫁になって誰からも忘れられていくんだろう。そんな。ま、あのおっさんも欲をかいて A 関連に足を踏み入れたのが運の尽きってな。今までやってきたことを考えりゃ因果応報。いちいち気にしすぎると持たねえぞ。ま、すれてねえのはいいことだ。お前さんも助手をやるからって、あんまり裏に踏み込みすぎねえようにな。パンさん。うん。何かあるわけではないんだね。じゃあさらにこの先へ。こっから先は未知の領域だね。あ、なんかアチーブメントクリアしてる。リバーサイドの地下鉄整備路第2区画。
ここの先に手配魔獣というのが。第二価格、地下鉄建設後にほとんど放置されてるエリアみたいだな。その分、面倒そうな魔獣がいそうだが。さっきから妙に空気が乱れてやがるが。あ、イエス、しゃがめ。お。コウモリ？ターゲットじゃねえが、大量に住み着いているようだ。面倒だな。分かっていれば準備してきたんだが。ち、ここは一旦。二人とも目を閉じていろ。お？え？了解だ。カメラのフラッシュ。半分落としたぞ、バン。おうよ、行くぞ、バイト助手。はい。数はほんとすごいな。水か火。水も火もつけてこなかったな。グローハンマーじゃな。ま、間違えた。まだ若干操作慣れてねえな。上等だ。こいつは効くぞ。じゃあ。この調子で行きましょう。まとめて相手だ。チャンスです。動けない。めんどくさ。まとめて相手だ。覚悟を決めな。セイ！ダンダーライス！ライダー！ブーストゲージ、リミット解放。負けません。オッケー。ふう、片付いたか。なんだ、大丈夫か。はい、怪我とかは何も。そいつは良かった。あなたがフラッシュを。ひょっとしてバンさんの知り合いの。ディンゴブラッドだ。バンとは昔からの馴染みでな。雑誌メルドのルポライターをやっている。メルド、その有名ですよね。風俗情報から政財界のタブ、オカルトまで扱うゴシップ誌だからな。最近じゃバズレイダーも熱いが、さすがに老舗の貫禄がありやがる。意外と愛読者なりすんのか、優等生。してません。その好きな友達がいて、ちょっとだけ読んだことは。その友達には控えるように言っておくといい。アラミス高等学校1年、アニエス・クローデル嬢。もう別に俺は教えちゃいないぜ。調べりゃすぐにわかんだろ。ベルモッティじゃないが、副業で似たことをしていてな。君について調べたのはそれだけだ。安心してくれ。はい、バンさんと親しくされているようですし、先ほどもありがとうございました。さすが色男、秒で信頼を勝ち取りやがって。しかし前回のでチャラだったか、借りを作っちまったな。そもそもなんでここに。ジャクモの件でまだネタがあんのか。いや、どちらかというとプライベートだな。お前たち、ここに来る途中誰かを見かけなかったか。どうやらギルドからの委託で手配魔獣の対処に来たようだが。え、もう耳に入れてんのかよ。って、ちょっと待て。俺たち以外にここに入り込んでる奴がいるのか。多分、それも民間人だ。年齢は20歳。女性。戦闘経験は全くない。大変じゃないですか。おい、まさかと思うが。タイレル通信の新米記者じゃねえだろうな。タイレル通信新人記者のマリエル・エーメッ
ああ、こういう子はね、やばい場所だってのは、なんだろう。全然気にしないで、そういったスクープか何かのために突っ走っちゃったりする傾向あるからな。警察署の前で会った。ああ、そのまさかだ。一人で探そうと思ったが、お前が来てくれて助かった。どうか手を貸してくれないか。しゃあねえ、さっきの借りもあるしな。つうか、ひょっとしてなくても俺のせいだったりするのか。え？2割くらいはだろう。どうも気負いがちな娘で、なぜか俺をライバル視していたな。先日も俺を出し抜こうとして、警察に突撃取材を決行したけど。まあ、結果は察しの通りだろうが。さすがに後ろめたいな。もしかして、バンさんが煙に巻いた結果、取材が失敗に終わってしまって、意地になって新たな情報がないか、改めてこちらを調べに来た。大変じゃないですか。だから手を貸すって言ってんだろう。手前のエリアは気配がなかった。いるとすればこの先だろう。すまんが俺の獲物はカメラだけだ。先頭を当てにさせてもらう。手配魔獣とやらのところまで行ってないといいんだが。それを言うなら普通の魔獣も十分に危険だと思いますけど。とにかく急ぎましょう。記者の方の保護しないと。これまでの実践で得た成果、今こそ見せるときですよね。バンさんに守られてばかりじゃなく、もっと積極的に動かないと。お、エスクラフト、ブリリアントハイロー。どんな効果？どんな効果なん、あ、チーム見てくれちゃ。ビスカイが結構溜まってる。これか。ブリリアントハイロー。HP 全体の HP 全回復と行動時 HP 回復。これは強力だ。いざという時は、頼もう。いや、殴るわ。あ、これでいいか。まだほんとソース慣れてねえな。単純に HP 減りすぎただけかな。のようだ。おっと。じゃあ時間的にもいいところだと思うんで、ここで一旦一区切りにしましょう。いやー、ただの手配魔獣討伐かと思いきや、ねえ、変にバンが利用してしまったあの子が、こんなところに来てたんじゃないかっていうことでね。ちょっと 申し訳ない気持ちもするけども。なんと無謀なことをしたもんだね、彼女も。
はい。じゃあとりあえずまた次回、この先進んでいきたいと思います。手配魔種どこだ、結構敵いるな。あ、ここだ、遠いこの辺みんな倒していくのか。はい、まあレベル上げになるかもしれないんでね、うまいこと、切り抜けながら進めていけたらなと思います。はい、では英雄伝説黒の奇跡実況プレイのパート11、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見つけるな。